前の前の皆様、こんにちは、ウツボです。では今回デッドバイデイライトをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回サバイバーでのプレイをやっていきます。今回使いますのは、デイビッドキング。レベル15ですので、パークは2つとなります。1つはデッドハード。負傷中に、ダッシュをしているときに、発動ボタンを押すと、さらに、ダッシュして、その間、かなり短い間ですが、無敵状態となります。一度使うと、60秒間の、疲労が発生します。さあ、そしてもう一つは猫パーク。殺人鬼は24メートル以内で、こちらを見ているときに、こちらのパークは光るようになります。さあ、そして、アイテムは今回は、救急箱でいきましょうか。さあ、そして、アドオンは、スキルチェックの難易度減少と、治療速度アップでいきましょう。さあ、そしてオファリングは、これでいきましょうか。誰か他の生存者と一緒に街を復活するオファリングでいきます。では殺人鬼のロビーに行きます。はい、生存者が4人で揃いましたね。ドワイト1人、フェンリン1人、ジェイク1人、そして私のデイビッド・キングです。ではやっていきましょう。今回のオファリングは、私のファン生存者と、一緒にスタートするオファリング、そして経験値アップ、そして霧の濃度アップですね。はい、ステージはコードウィンドファームですね。ではやっていきましょう。殺人鬼は誰でしょうね。レースのようですね。久しぶりのレースとの戦いです。どうだ、早速ドワイトが捕まえました。レースは、姿を、消せるので、その間は、姿が見えないので気をつけていきましょう。さあ、では私は、発電機をつけていきます。消えてるレースを判別するには、やや、ぼやけた空間が見えるので、それと、近くにいると、ふわふわという鳴き声が聞こえるので、それで判別するしかないですね。近くにレイズがいるようですね。誰かチェイスしてるんでしょうか。とそこで、ドワイトが捕まりました。
さっさとドワイトを下ろしていきましょう。そして私は、発電機の修理に勤しむと、まだ発電機は1個もついてないから、戦う不安ではありますね。それで、発電する数をどんどん減らしていって、キラーにプレッシャーを与えたい。一瞬見られてましたが、あそこにレースが、私のつけてたやつを、直してくれたようで、早くどんどんつけてしまいましょうか。これは、透明化を解除した後、ドワイトを直して、さあ誰かダウンしたよ。ジェイクがダウンしたよ。透明化している隙に、ジェイクを下ろして、早く発電機をつけたいが、クローレットが捕まったようですね。唯一釣られたのは、私だけになりましたが、クローデットが脱出成功したようですね。県民が、
で帰ってきたので、早く、修理素早く、素早く、修理を成功させましたね。これ大丈夫か、あれは。では私は別の発電機を開けましょうか。今のところジェイク1回、フェンミン1回、そして、ドワイトが2回釣られているので、特にドワイトが釣られた場合は最後になってしまうので、ドワイトが倒れた声を聞いた敵はもう諦めるしかないようですが、ドクレイト、さあ、私はこの戦況をつけない。フェンミンが2回目のようですね。あ、フェンミンは脱出したんですね。おっと、ついに私が見つかったようですね。うまいこと参ったようだね。では逃げる。おっと、逃げる。行きましょう。味方はいないか。あ、味方はいないか。あ、ありがとう。ジェイク、ありがとう。ありがとう。あっと、あれは、ドワイトが倒されたようで、ということは、ドワイトは最後になるので、では私も、参加して閉まった
方向の。みんな狙われましたが、私はドワイトの中央に向かいましょう。雲の子を散らすように、うまいこと、チロスしてドワイト君も引っ張ってる間にゲートを開けたい。私はその間にドワイトを救いたいが、食らったが、間にドワイトが救いたいするわ。で、トワード難しいか、よし。ありがとう。天民来るんだ。出てしまったが、これは仕方ない。FM の脱出できたようですね。そしてJ クも脱出ハッチから出ましたね。全員脱出ということで、やりましたね。特に今回は、4人の、チームワークは結構取れてたと思うので、いい試合だったと思います。今回、デッドバイデイライト、デイビッドキングでの、プレイとなりましたが、いかがでしたでしょうか。またデッドバイデイライト、サバイバー編、またキラー編、どんどんアップしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今回どうもありがとうございました。ウツボでした。